クリスマスイブ地獄、うん、あのクマちゃんすごい、うん、すごいすごいよ。ここ誰が作ったの？あれサンタさんが乗るやつだよ。見て、ね、めちゃくちゃ可愛いんだけど。めちゃくちゃ可愛いんだけど。サンタさん乗るやつ、これ。これ誰誰誰？すごい、何これ。それ含めてか。すごい、それ含めて撮られたんだ。そうすごいすげー、めちゃくちゃ、え、これなんだろう。あ、教会だ、ここで結婚しよう。あ、これプレゼントだ、これプレゼントだよ。ねえ、見て、ねえ、これプレゼントな子だよ。これすげえよ。いや、初めてかな。アンジもう、だってサンタさん来ないじゃん。そうね。なんでそんなこと言うの？何？何？いや、アンジもうサンタさん来ない。なんでそんなこと言うの？信じてるかもしれないじゃん。ご乱心、うろ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 して。サンタさんいるけど、アンチとかもう大人だから来ないよ。あ、これまだ子供だわ、やめろ。トイザラスキッズやつだな。子供でいたいんじゃん。なんかね、もう今月の24、25がクリスマスってイメージがまずなくて、見え張って罰にするっていう考えすらなかった。もう普通にパーって自分の手帳と見ながら、空いてる空いてる、ここも空いてる、ここ無理で空いてる空いてるってやってたら普通に24、25がらきだったわ。みんなはじゃあ予定あんの？ねえ、みんなは予定あんの？ん？お？言うてみ、言うてみや。予定あんのか。逆に予定ないやつおるか。いや、おるやろ。いや、趣味を入れていいならある。バイト、テスト、仕事。え、でも仕事でもさ、仕事が終わってからが別にあるわけじゃん。仕事の後に会う人がいるのかって話よ。うん。あー、アンジュちゃんかわいいよ。大好き。大丈夫か、無事か。仕事に、いや、仕事はわかる。その後に会う相手はいるのか、その後に一緒に過ごす相手はいるのかって。家族と過ごすんで。彼氏できましたか？いや、できたらさ、24、25空いてないが。普通に遊びに行く。あ、いいな、いいな。私、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31と、何の予定もないので。いや、もうそう、クリスマスあと10日でクリスマスイブなんすよ。やばくないですか？やばくない？みんな予定あるの？みんな予定あるんですか？アンジュさん、ご予定はクリスマスですか？配信しますわ。ちなみにケーキ食べていいですか？あ、私も食べてた。ずっとお腹なりそうに思いながら食べていいんだよ。食べながら話しておると思っておったよ。ケーキを買ったんすよ。そう、みんなに見せれないのが残念。かわいい。さっきね、うん、我々には見せてもらって。そうあの裏で心苦しめられておったの面白かったな。誰と食べるのみたいなこと言われて。そう、え、あのみたいな気持ちになって。でかかったんよ。なんか3人前ぐらいあるケーキで、うん、あ、そうなんだ、これ誰と食べんのって。ごめんね、なんか無意識に言っちゃって。でかいのしか売ってなかったんだよ。めっちゃ自然に聞いてきたかんね。ちょっと戸惑ってるよね。分かるけど、そう、えってなってました。しかもその後めっちゃ謝りたおたえで、それはそれでショックなんだよ。ほんとごめんごめんみたいな。ごめん、無意識で。さあ、あなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロース is coming to town。 さあ、あなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロース is coming to town。 ねえ、聞こえて、もうやろ。ハッピメリークリスマス始まりました。もういいよこれで。ケーキ食べた。あ、そう、ケーキね。そう、ケーキ今彼女と見てるって。もう
こんなの見るな、こんなの見るな、イチャイチャしろ。そう、なんかね、そう、落としたのも、あの、昨日ね、本当は昨日1個食べれて、今日もまた1個食べるかなと思って2個買ったんですよ。で、とりあえず2個目も今日運ぼうと思って、冷蔵庫からウキウキでルンルンルンって来たら、上のケーキがズリンって滑ってドンって落ちて、あの横何グルンって回転して、こう逆さまにダンってこう箱がなって、終わりだと思ってもう全て終わりだって思ったんですけど、筋トレしながら見てる、いいぞ、そのまま自分を鍛えていけ、自分は裏切らない、あの努力した分自分に返ってくるから。恋人はクリスマス前に裏切る可能性だってあるし、永遠なんて嘘かもしれないけどその誓った愛は嘘かもしれないけど、自分のためにしたその努力は嘘じゃないから、筋肉だけはちゃんと答えてくれるはずだから、信じようぜそう、筋肉は裏切らない、恋人やそういう人間は裏切るけど、自分だけは自分を裏切ることってもう本当にない。自分裏切ったならそれはもう自分の選んだことだから、そう、筋肉は裏切らない永遠はないけど、人間同士の関係に永遠はないかもしれないけど、恋人関係に永遠はない今年一緒で、ああスケベブの配信見ずに過ごせたわってやつらも来年は一人かもしれないけど、今年一年頑張った筋肉はきっと来年も迎えてくれる、自分が努力した分迎えてくれるのでいや、すぐ筋肉は落ちるかもしれないけど、それは自分が怠った結果じゃん。やった分は返ってくるから、そういうこと。むしろなんか、ただやったらずっとあるっていう、何ちゃんとなくなる分、なんて言うんですか、ちょっと愛情のかけがいもあるじゃないですか。なんかね、勝手に育っていくんだったらかけがいがないけれど、なんかちょっと構わなかったら落ちていく、ああもう仕方ないやつだなみたいになるでしょ。アンジュ必死すぎ、いやいやいや、もうさ、なんかケーキ売ってる、なんかわかる、ほら曲とかでさ、なんかすごい一緒にこうクリスマスに働いてサンタ服に売ってるやつにシンパシーみたいなのあるじゃん。違うんだって、そいつらもなんか同じミニスカサンタと一緒にキャピキャピしてんだって、コンビニの前で。一緒じゃないんだもん、その時点でちょっと幸せ感じちゃってんじゃん。違うんだよね、ちょっと違うんだよね。なんか向こうは向こうで、いや俺たち本当にこんな時期に何やってんだろうなみたいな楽しみを異性と見つけちゃってんじゃん。ちょっと違うんだよな、同じ感じで横に並ばないでほしい、違うから。あげなんか辛い、いやないないない、全然ない、なんもない、辛い、いやでもなんかさ、私全然クリスマスこうやって一人なの全然辛くないし、全然元気だしって思ってるし、なんか楽しいよって思ってるんだけど、思ってたんだけど、なんかふとした瞬間に、なんか例えば今日さっきケーキを落としたその瞬間、なんか突然泣き出したくなったのは確かなんだろう、それまで全然泣きそうにもなんなかったし、いやもうこれはこれで笑える笑える、あっはっはって感じだったんだけど、なんかふとケーキを落としてドシャってなったのを覗く手前、なんかあもうぐちゃぐちゃになっちゃったのかなみたいな、なんかそれを見た時に、なんか泣き出しそうになった別にケーキがそんなぐちゃぐちゃになったのが悲しかったわけじゃない、何なんだろうねその気持ちっていう話でした。違うの、別にケーキが落ちたことが悲しいんじゃないの、何なんだろう、わかんない、なんかその席を切らしたように泣き出すみたいな表現みたいなやつ、何なんだろうね。ほらなんか別に独り身なことが悲しいわけじゃないし、こうやって一人暮らしも全然楽しいけど、なんかふとした時に固い缶が開かない時に、でもどうしようもないじゃん、もう一人暮らしだから誰も開ける人いないしの時に、突然なんかもう一気に辛くなるみたいなやつ。あと2分でクリスマス終わるぞ、ちょっと待って、クリスマス、ちょっと待って、このボロボロのケーキ一口食べていい？やっぱチーズケーキだわ。最近チョコケーキとチーズケーキ、自分どっちが好きなんだろうと思ったけど、やっぱチーズケーキだな。うん、いや終わるぞチーズケーキ、チーズケーキじゃない、クリスマス、やべ、あと 10分だ。3、2、1、あー、クリスマスなくなった、おめでとうあ、アンジュはいる、アンジュはいる、おめでとう、お疲れ様です、クリスマス、お疲れ様お疲れ、二度と顔見せんなはい、ただの平日、はい、もうカップルも解散して、解散して離れて、離れて離れな、帰宅しな、クリスマスは終わりだよ、クリスマス来年は頑張って、何倒したはずでは、何